ワールドエンジンヒュンダイシータエンジン2.4リッターシータエンジンシータエンジンは、現代キア自動車グループの製造する直列4、気筒エンジンのシリーズ名。ワールドエンジンのヒュンダイ、キア版であり、C セグメント、D セグメント車を中心に、積極的に搭載している。元となった、ワールドエンジンは、定型関係にあった、日本の三菱自動車工業、韓国の現代自動車、ドイツ、 米国のダイムラー・クライスラーにより共同設立されたゲマにより設計されている。そのため、同様にワールドエンジンの設計を受け継いだエンジンは三菱自動車とクライスラーにも存在する。また、ワールドエンジンはすべてを共有することは考えられていなかった。共有するのはエンジンの基礎的な部品のみであり、市場の需要に対して各社が自由に エンジンの性能を決定できるだけの余地が残されており、各社自由な仕様のエンジンが存在する。最初に搭載されたのは2004年9月デビューの NF ソナタである。2005年には中国国内で生産する自社モデルに搭載するためのエンジン製造工場を建設した。DC、三菱にも供給していると一部韓国メディアで報道されたが、DC や三菱も シータエンジンの搭載モデルが存在せず誤報であり2008年7月現在、現代自動車のシータエンジンを蒸気2社が採用した事実は存在しない。ワールドエンジンは3社による共同開発だが、現代自動車だけがなぜか独自にシータエンジンと名称変更している。また NF ソナタ前期韓国使用者の場合のヘッドカバーにはシータ VVT と書かれているが、 輸出使用者の場合、ヒュンダイ CI マークと共に DOHC16V と書かれている。韓国使用者でもグレンジャー TG の場合 DOHC16V であるが、ソナタのヘッドカバーとは配色が異なり黒ずくめである。2007年以降、NF ソナタがマイナーチェンジでソナタトランスフォームとなった際に搭載されたエンジンはシータ2と呼ばれるものとなった。吸気側に CVVT を装備され若干高出力、高回転型となったほか、ヘッドカバーデザインの変更が加えられた。シータ2エンジンは、排気量2.0、2.24リットルを基本に、MPI 使用、ターボ使用、直噴具で使用及びそれらの組み合わせた多様なラインナップが用意され、2010年代を通じて、ヒュンダイやキアノ C セグメント車、D セグメント車に搭載された。 2020年10月、ヒュンダイはシータ2エンジンに振動や停止するなどの欠陥があったことを認め、2010年から2019年製の車両を保有する顧客に対して、生涯保証プログラムを提供することを決定した2.0リットル直噴ターボ仕様。ありがとうございます。